はい、2023年の12月20日に撮影しています。今日は米ぬかの石鹸を作ります。ぬかがたくさんあるのと、あとこのねぬかも皆さん使ってほしいということでお譲り用にまた、一つものを用意しようと思います。初めて作ります。ではレシピから紹介します。重曹大さじ 1 15g、 水1カップ 180ml、 米ぬか2カップの 300g、 これを1つの石鹸の大きさにして、作っていきます。で、大きめの鍋で作ることと、今日私はたくさん作るんですけど今のレシピで何回も小分けして、作ることにします。っていうのもこの重曹とお水を入れて温めた中に米ぬかを入れるとブクブク泡立ってくるんですよね。でボーッと鍋フライパンの上に溢れてくることになるんで、少量ずつ作っていきます。あとは皆さんも作るときは大きめの鍋で、作るようにしてください。ということで今、重曹 15g と水1カップ 180g を入れました。で温めてます。で溶けてくるんで、まあ、時々混ぜます。私はもう強火中火ぐらいで行っていました。ぬかを入れた時に鍋底に焦げつかなかったらどんな火加減でも大丈夫です。ずっと始まってくるぐらいのところで今から米ぬかを入れます。でこの米ぬかを入れる時に少しずつちょっとずつ、入れていくことになります。で混ぜる。特に底の方がねひっつきやすいんで、底の方をひっつかないように混ぜていきます。と言っても何回かに分けて作ろうと思うとどうしてもひっついてくるんで、まあ、そこが焦げないようにだけ気をつけたら大丈夫です。あとはもうこのようにどんどん固形化していくんで、固形化していったら自分の好きな、ね、柔らかさ硬さのところで止めてもらったらいいです。で冷めてきたらまた固まるのと、あとここから天日干しにして乾燥させて固形の石鹸にするっていうことらしいんですよね。それはちょっとやってないんで今ねちょうど干してる最中なんで何とも言えないんですけども、そうやって保存するそうです。あとは冷蔵庫冷凍庫に入れて保存するっていうのもあるそうなんですけど、私はちょうどね配りに行くんで冷蔵庫冷凍庫に入れられないんで干して固形化させる石鹸にしてお渡ししていこうと思っていますというところですかね。あと、そうそう使う時に気をつけるのはそのまま使っていただいてもいいですけど、そのまま使ったら流しとかお風呂が詰まるのでぬかがどんどん出てくるんで、なのでガーゼに入れるガーゼ質のものに包んで、それで肌をこする顔をこする、もしくはお皿とか洗う時に使っててぬかが出ないように、していくのがいいそうです。なんでちょっとずつちっちゃい形に切って使ってもらえたらなと思います。はい、こんなところであとはもうひたすら大量に作ってましたという中で、これでやっと配れる分ぐらいの量になったかなと思います。ぜひ皆さん、米ぬか石鹸届く方お楽しみくださいということです。以上です。たびたび動画投稿してます。2023年10月30日に撮影しています。倉庫必要です。倉庫貸してください。お願いします。広かったら広いほどいいです。倉庫貸してください。お願いします。そんな動画投稿です。こんなんねいただいたものがいっぱいあるんですけど、これを一個一個修理したりする場所、置いとく場所が必要です。はい、倉庫お願いします。出てきてほしい。倉庫、今一番欲しいものは倉庫。次の誕生日プレゼントも倉庫が欲しい、貸してほしい。クリスマスプレゼントも倉庫貸してほしい。お年玉も倉庫貸してほしい。そんな感じです。倉庫ねえなんか畑とか空き地倉庫にしていいよとかいうのもねあると嬉しいです。あと同じで車の整備できる場所も欲しいんで、同じような倉庫とかアスファルトになってるとこ、それはですけど場所が欲しいです。欲しい、お借りしたいですということで、倉庫お持ちの方よろしくお願いします。